皆さんこんにちは、リカルです。今回のお出かけリカルは名古屋で過ごす年末の様子です。名古屋に行かれる方は参考にしてみてください。グルメ、観光を楽しみました。まずは1日目の様子をどうぞ。新幹線で東京から名古屋へと向かいます。毎回富士山を見ながら向かうのが恒例です。日本一の富士山はかっこよく美しいです。この日はお天気もよくくっきりと見えます。富士山に雪が積もっている姿が一番好きです。皆さんは富士山に登ったことがありますか？私は人生で一度富士山の頂上まで登ったことがあります。頂上はなんとマイナス6度ととっても寒いんです。夏の一時期を除いてほとんどが氷点下なんですよね。体力的にも精神的にもきついですが、頂上まで登るととっても達成感がありました。そうこうしている間に名古屋へと到着しました。今回泊まる宿はこちら、三井ガーデンホテル名古屋プレミアです。こちらのホテルも今回初めてになります。おしゃれな高層ホテルで、名古屋駅から地下街でつながっていてとても便利です。入り口はこちらになります。18階にあるロビーは明るくて開放的な空間でした。ロビー前の共用スペースも雰囲気が素敵ですよね。荷物を預けてランチへと向かいます。名鉄百貨店の中に入っているお店です。味噌カツヤバトン名鉄店へとやってきました。ここはいつも人気で、この日は待ち時間30分でした。もう何度も訪れているのですが、普段あまりとんかつを食べないので、名古屋に行くと食べることが多いです。味噌カツは有名な名古屋飯ですよね。東京銀座のヤバトンでも食べたことがあるのですが、本場の名古屋では何倍も美味しく感じます。こちら名古屋名物味噌カツです。こちらは人気ナンバーワンわらじとんかつです。味噌だれとソースの2種類の味で楽しめました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。そしてずっと気になっていたフォトジェニックな場所へと向かいます。名古屋駅から徒歩10分くらいのところにあるのりたけの森です。こちらは日本の陶器メーカーの工事跡地にあるミュージアムです。庭園やショップも併設されています。目的はこちらのツタヤブックストアです。圧倒の本棚に驚きました。人もたくさん集まっています。実はこちら天井に鏡がついていて、こんな感じに映るのです。お家にこれだけの本があるのを想像したら夢のようです。この綺麗な本棚にうっとりします。私も本棚と一緒に記念撮影をしました。名古屋のおすすめスポットです。そしてホテルに戻ってチェックインをしました。夕食は鳥ごてつでいただきます。タワーズプラザの13階に入っています。頼んだメニューは名古屋コーチン親子丼です。こちらの鳥ごてつは名古屋市親子丼ランキング第2位です。名古屋コーチン特有の食感、肉のうまみ、完成度の高い親子丼です。とっても美味しくいただきました。こちら七ちゃん人形、名鉄百貨店本店の1階にいます。締めは名古屋名物の手羽先、世界の山ちゃんで手羽先をテイクアウトしてホテルでいただきました。
かがでしたでしょうか。名古屋1日目の様子でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。